さんこんにちは、ファイナンシャルプランナーの藤井です、いつもありがとうございます、竹原さんとはもうなんだかんだで結構長いお付き合いになるのかなと思いますが、割とね定期的に意見交換とか、お会いも都内の方でしたりとかさせていただいて、感謝しております。まあ、2019年ね FBC 更新していただいた方に改めて、ご挨拶とですね、感謝のメッセージということで動画をお送りしております。はい。まあ、スーパーサラリーマンとしてね、竹原さんはもう本当に不労所得も労働所得もですね、こう順調に、築き上げていただいてまして、50歳のね夢に向かって、爆心中だと思うんですが、ぜひに期待して、僕も期待してますし、そこに関われたことがね嬉しいなと、もうあと何年後かに思うんじゃないかなと思います。一つ僕がこう、まあ、2期目に入るので、で、まあ、その前からもね、いろいろあって、まあ、よくご存知だと思うんですよね、スタンスとか。なので、ぜひね、こう、まあ、特にこう、2018年からの継続の方に関しては、まあ、なんかクラブの中で、こう、なんか盛り上げていただいたりとか、ご意見をいただいたりとか、していただけると。運営サイドとしては非常に嬉しいなと思います。まあ、個人的にはね、労働所得っていうのも絶対大事だと思いますし、個人的にもですね、まあ、情報発信とかそういう話も前回させてもらいましたけど、そういうのもぜひ頑張っていただきたいなというところもありますし、なんかビジネス部みたいな感じでね、ビジネスについてのチャットを、まあ、意見交換するっていう場も作ってもいいのかなと思っています。まあその中でもね、ぜひ中心人物になっていただいて、こう非常に盛り上げていただけるとね、個人的には嬉しいなと思ってますんで、引き続きねよろしくお願いしたいと思います。で、1月になりましたら、椎野木さんの方からですね、またこう共通チャット2019年版がご招待があると思うので、ぜひそこでね参加していただいて、意見交換とかね、していただいたりとか、あとはそのエクシアのねこう利率のあのエクセルシートなんかも今実績としてはこんな感じですよとかってね、やっていただきたいなと思ってますし、やっていただいたらなんかあのその凄さがみんなわかるのかなと思いますし、個人的にはですね、僕もこの前電話で、まあチャットに上げられてたと思うんですけど、なんかとんでもない金額がプラスでついてたりとかして、僕もちょうど本当にその2日後か1日後かに驚いたんですけど、なんかそういうリアルなねお声なんかも今日共有していただいて、まあクラブ全体がですね、こう皆さんこう良くなっていって、なんか幸せに、ね、なっていけるその一つのこうお力になってほしいなというふうに思ってます。ビジネス校舎、不労所得校舎、労働所得校舎ですので、非常に期待しておりますので、引き続きよろしくお願いします。ではまた、次は1月の15からね都内の方に行ってますので、もしタイミング合えばお会いしましょう。ありがとうございました。